どうもこんにちは、ナッチです。お集まりいただきありがとうございます。明日の12時をもちましてレアガチャから銀卵がね消えてしまいます。確か去年中にやるってね言ってましたよね。プロデューサーもね、銀卵を消したいと。で、最近の季節系のガチャ見てればなんとなくそんな感じの流れがありました。まあ、天狗が今回強かったんで天狗は残ったと思うんですけど、まあ、今後消えていくでしょう。しかし僕のチャンネルで、約2年3年近くかなお世話になった彼、最後見届けたいなと思いまして、いや彼が出るまでは闇すぎるな、ちょっと怖いですけど、銀卵ね、最後の銀卵をね、まあ、ガチャで見ようかなと、そういう動画でございます。なかなかないですよね、銀卵を狙って引くガチャ動画、珍しいと思います。最初で最後かと思われます。いきましょう。裏フェスはちなみに今、こちらですね。そんなに欲しいものはありません。バッケスもスサノオもそんなに欲しくありません。いきましょう。銀卵でいいんです。ダイヤも金もいらん。あ、金はちょっと欲しい。まだアルテミスがね、ワンチャンあるからね。さあ、銀来い。銀、銀、銀、銀。ああ。いや、ギーブルという可能性がね、まだね、あるからね。キマイラ出るまではやばいな、絶対。一点狙いだもんな、結局な。これはアポロですね。お前が卵から出てこなければな、あんな硬いキャラクターが生まれないんですけどね。卵の状態でも殲滅しておきたいよね。ダーン。意外と出ない。ルミエル、なぜかアシストよくされてますよね。固定ダメージもあるからかな。なんか闇アテナをベースにさ、組まれてるよね。闇アテナ持ってる方が多いのかな。ルミエルだったり。あと、来た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 、あーなんだこのワクワク感なんだこのワクワク。属性は合ってる。銀玉って何種類おんの？20ぐらい？もっといる？各属性6体ぐらいですかね。なんで6、5、30ぐらいおんのか。うわ厳しいな。銀が出てから30分の1ってなかなか闇ですよ。とりあえず親戚でもいいから引きたいっすよね。アポカリプスもね対象ですね。ポカリヨグとかですかね。まあ割といろんな方が持ってそうですけど、あ、ラーは普通にありがたいな。ソーラーレーザー外すのめんどくさいですからね。ただこれ上げんのめんどくさいんだよね。ノルディス終わっちゃったしな。ネルバか。いやこいつも進化したらめんどくせえもん。てかあのシリーズで進化してめんどくさくないのってもうメルクリアぐらいじゃね。めっちゃ対象出ますね。オロチでございます。かわいいね。全然初期のオロチは威圧感がないんだよな。カースドラゴン、まあ親戚っちゃ親戚ですね。こいつは消えないのか。なんかおかしな話だよな。カースドラゴンね、意外と出ない。チェスターとかもさ、なんかしようよ。銀も消すのもいいけどさ、チェスターとかニムとかあの辺も手つけようぜ。はい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 、ダンジョン出ましたね。夜空にいましたね。あ、そうか、この子も出なくなっちゃうのか。ちょっとウッドバーンとグリムロックとかも不安だから取っておきたいな。ハクちゃん、ハクちゃんも対象。ハク人気だね。ホットフェスアンケートにも入ってくるし、ここにも入ってダイヤモンド。あ、どうちょ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 、だっておかしいだろって。おかしいよね、おかしいよね。結局君は出るのか。こいつなんか毎回出てくんだよ、ガチャ引くたびに。いや、ここに運使うならギーブル引こうよ。
ギーブル可能性あるから、そう金でもギーブルチャンスがまだね。丸い株。銀が欲しい。ビシュヌ。ビシュヌは違うよね。いやービシュヌも転生、いや覚醒か。覚醒ビシュヌと楓の分岐と、なんかあとダルシとかさ、あの辺もはよはよはよって感じ。新キャラいいから、まずあの辺をどうにかしてくれと。ダイヤからの、あーカラドボルクね、カラドボルグか。はい、こいつは使う使う言ってなんか使ってませんけど、光パなんだよねあれね。はい、来た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 、ピンクの人でした。違うんだ。いやなんか僕っていうと3割4割はあのキマイラのイメージがあるらしいんですよ。おかしな話だと思うんですけど、結構キマイライメージあるらしくて、なんか初期属性が水なのもキマイラですよねみたいな言われましたけど、違いますからね。なんでまあ悲しいですよね。悲しいから最後に見たい、見たいから頼む、ギーブル。あカラッと引いてあーっていう人少ないと思いますけど、僕はギーブルキマイラが今見たい。銀銀銀銀、まず銀。フレイヤちゃん、フレイヤちゃんよく出ます、こういうガチャで。なんか何もしてない時、狙ってもない時に出ますね。まあフレイヤもいいよね、フレテミスいいからフレイヤも集めようかな今後。クラーケンライド、クラーケンライドとかも外していいと思います。1票外していいと思うに1票。ジゼと、まあ、ジゼは取っとけ。カノちゃん、あ2体しか2体しかいない、カノちゃん取っとけ。いや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 、魔法石使いすぎでしょ、何に使ってると思いますこれ。来い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 、あーお前対象だもんな、そうだよな、違うんだよ違うんだよ、これ課金じゃないか、あいつに課金する日が来るなんて複雑。お、スサノオとかもね、あの辺さ、万人とかミスリ、とか使うからさ、ちょっと進化めんどくさいんだよね。ひどいですね。下手したら5分ぐらいで終わる可能性があります。あまりにもひどい。あまりにもひどい。もう鳥肌立ったもん今。冷や汗かいた。本当ありえん。あいつベストサブらしいぜ。どうだっけ最大倍率は、これで5倍だよね。よしよしよし、オッケー、キマイラでチャレダン勝てました。はあ、なんかさ、ちょー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 ちょあいつに課金する日が来るなんて複雑。お、来い、ここで、ここよし、イエス、なんだこれ、やべえ。
やべえぞこれ。言ってて拍手で負傷する男ラストに来たね。課金しなくて済んだね。嬉しい、嬉しい。もうここまで来ると嬉しい。やったー、キマイラゲット、人権ゲットした。いや今後これ持ってない人本当もうダメだよね。ヨグよりレアになるから、彼は明日からね。皆さんもこの動画見て弾こうと思ったら弾いてみてください。ぜひね、あのカラットちょっと欲しいなとか、ちょっと思ってる方、今なら彼が手に入る最後のチャンスってことで、以上ウルキマイラ一点狙いというね、前代未聞ですねこれね。未だかつてやった人はいないと思います、そういうガチャでございました。ちなみにギーブルは5体いて、ウルが3体ですね。うわー、ウル5やりたかったなーいやまあそれは今後の楽しみにしましょう。こいつのね、入手方法が運営さんが忘れてなければ追加されるかもしれませんので、逆にダンジョンで落ちるって可能性考えたら、もうこいつがこうダンジョンに出てくる、すごく楽しみねえ、何をするんでしょうね。いやー、なんでこいつなんだろうな。別に見た目だったらさ、グリムロックも一緒みたいなもんじゃん。なんでこいつなんだろうな。ありがとうな、今までありがとう。本当になんかすごい悲しくなってきた。ごめん、なんか複雑ですね、すごくね。ありがとう、そしてごめんなさいって感じ。いや、ありがとうだな。こいつも僕がこういじらなければきっと悲しいキャラクターな、ゴミとか、ね、そんな感じだったよねきっとね。今ね、今こいつがこうなってんのは、少なくとも僕ね、ちょっと誇りに思ってます。ウルキマイラというキャラクターの、まあ、株を変な方向ではありますけど上げれたことにね、誇りに思ってます。はい、ということで以上、最後のウルキマイラでした。バイバイ。